らどうしたのよ。いつも私がこっち側でしょ。幻影だろ。いや、このアレルギーは現実だね。ほらな、この通りだ。でみんなが待ってるんだから。今は幻と分かっていても胸が痛んだ。アリスを救ってからもうどれくらい経ったのだろう。数日、数週間、今の俺には見当もつかなかった。
すがにヤバいじゃないか。ねえアラン、こっちよ。いいものがあるの。アリスの無事を願うほかなかった。闇から逃れた彼女はその後どうなったのだろう。ジェイン、あんたか。ああ待って、そのままいい感じよ。こうか。もうちょっと笑って。それじゃ笑いすぎ。ミステリアスでタフなイメージが欲しいの。危険な香りの男ってモテるのよ。俺はクリーンだ。よく言うわよ。あんな小説書いててクリーン。しばらくは安全だ。今のうちに話しておこう。時間がない。ゼイ、どうすればここから出られる。それが君の敵だ。君自身だよ。闇が迫ってくる。彼をさらわれ、道を見失った。分かっていた。これには耐えられない。出口はないのだと。俺はここにいる。こいつは俺じゃない。ただ残響、妄想だ。闇の力が。これは闇ではなく君が引き起こしている。君は自分の悪夢に囚われている。敵は君自身だ。ウェイクには理解できなかった。もう助からない。二度と目覚めない。闇のうねりが近づいていた。彼を飲み込む闇のうねりが。黙れ。消えた。迫り来る何かがウェイクの心を蝕んでいた。闇もそう悪くない。彼は内なる闇を感じた。真実を語る声だ。だが思考が乱れ理解できなかった。彼は思考を止め、ただ流れに身を任せたかった。